ここがシャーレのメインロビーです。長い間空っぽでしたけど、ようやく主人を迎えることになりましたね。我が職員たち、敵も味方もそれぞれ攻撃タイプと防御タイプを持っています。敵の防御タイプに対して有利なタイプのキャラクターで攻撃するとより大きなダメージを与えることができます。敵の HP ゲージの色が敵のタイプを表していまして、スキルカードの色が生徒さん側の攻撃タイプを表していますので参考にしてください。軽装備タイプの敵が出現しました。爆発タイプの攻撃を成功させれば大きなダメージを与えられます。バルさんのスキルが爆発タイプですので、バルさんのスキルを使ってみましょう。十分に行くわよ。行こうか。今度は重装甲タイプの敵ですね。重装甲タイプには貫通タイプのスキルが有効です。純子さんのスキルが貫通タイプです。純子さんのスキルを使って敵を攻撃してみましょう。お団子お団子。あれは特殊装甲タイプの敵です。特殊装甲タイプの敵には神秘タイプの攻撃が効果的です。シスさんのスキルが神秘タイプです。スキルカードをタップしてからドラッグし、敵の近くで指を離しましょう。スキルの発動はこのようにタップでもドラッグでも行うことができます。私の最後の